次のコーナー参ります。次のコーナーはーじゃじゃーん、本日のパブリックドメイン、イエーイ。いや、本日のパブリックドメインはアムステルダム美術館よりこちらの作品です。どうぞ。ティティーン、おー、これ見たことある人多いんじゃない、ちょっとララデンがちょっとかぶってる、これ見たことある人多いんじゃないでしょうか。あれ、これでは、アムステルダム美術館さんが貸してくださっているパブリックドメインの画像です。フェルメールの牛乳を注ぐ女でございます。有名なのを持ってきましたよ皆さん。この牛乳を注ぐ女、作者のフェルメールでございますね。実はね、フェルメールってすごく、まあ、有名というか、まあ、日本で有名なんだけど、現存してるねフェルメールの作品ってマジでたったの35点6点7点8点、はこれ諸説ありなんだけど、30数点しか残ってなくて、フェルメールの絵画って。やけんね、だいたいいつも日本でフェルメール展がありますってなると混雑するのは、そもそも世界中どこを見ても作品が少ないっていうねものがございまして、で、フェルメールはですね、この窓から差し込む光の表現っていうところで、すごい美しいんですけれども、フェルメールはね、もうマジで本当にね、全然こう、なんだ、外に出ない人やったっちゃもうなんかね、フェルメールの人生はね、半径500メートル以内って言われるぐらい全然出歩かなくて、このね、アトリエにこもってずっと作品制作しとったけんが、そう、やけんね、フェルメールの作品調べてみてほしいっちゃけど、だいたいね、この構図ですね。左側に窓があって、光が差し込んでて、真ん中に女性がいて、みたいなの。だいたいフェルメールの構図って一緒。で、モチーフがちょいちょい違ったりするわけでございますね。これフェルメールでございます。でね、このね、作品。まあ、その牛乳を注ぐ女として有名なんですけれども、ちょっとよく見るとさ、よくよく見るとおいしょ、これさ上の方にさ、釘が一個刺さっとんの分かる？この女性のちょうど上のところに釘が刺さってて、でね、この釘、おそらくなんだけど、世界地図がかかっていたんじゃないかって言われてて、で、このね、このフェルメールが描いた時代ってオランダの画家なんよ、フェルメールって。で、その時って世界地図の生産がオランダが一番やったっちゃね、確か。そう、そんでもってね、いろんな家に世界地図がペッて貼られているのがね、そのオランダのお家のあるあるみたいなもんやったっちゃけど、これもね、この釘で刺さってあるところには世界地図が貼ってあったんじゃないかなんてね、いうお話もちょいちょいあるんでございますよ。まあ、その他にもね、このフェルメールのこの構図の絵画の後ろに、そもそも世界地図がバーンってやってる作品があって、そういうのもあり、これはね、世界地図がかかってたんじゃないかみたいなものはね、この絵画の時代背景みたいなところを見ると分かってくる、そんな感じでございますね。この牛乳を注ぐ女性の表情もめっちゃ良くない？これめっちゃ好きなんだよね、このなんかちょっとどうとでも解釈取れそうなこの顔これはね、この表情が引き立つようなライティング、光の入り方のことをライティングって言うんだけどをしてて、それでより強調されてるんだよね、この斜め45度からの光のことを、まあ、通称レンブラントライトって言っちゃうね。で、そのレンブラントライト、まあ、レンブラントさんですね、このフェルメールと大体同じ時期に活躍した人のレンブラントっていう画家がいるんですけれども、
そう、そのね、レンブラントライトっていうのを、レンブラントさんはすごいドラマチックな表現として使ったんよ。劇的な表現とかよく言われたりするんだけどね。でその表現の一個として使ったのに対し、このフェルメールさんはね、斜め45度からの光をね、窓越しの光にすることによって、すごい柔らかい光にしつつ、あの人間のこの頬の感じとか鼻筋の感じとか口の動きとかがよく映える、この斜め45度からの光ってそういう光なんだけど、そう、そういう光を使ったのがフェルメールでございますな。ありがとうございます。いつ見てもいい絵だなと思いながら、ちょっと2年前ぐらいか、フェルメール展がね、東京飛びで会ってたことはありまして、その時螺鈿も見に行ったっちゃけど、まあすごかったね、人の混雑がね。もうすんごい込みに混んでおりまして、なかなか大変だった記憶があります。でもね、しっかり作品を見ることができて嬉しい限りでございます。はい、ということでございまして、本日のパブリックドメイン